先生、なんか経営者って本当アルファード乗ってるイメージあるんですけど、そうなの？あれってなんかなんでなんですか？それだって運転手さんがいて、はい、自分の仕事できるからじゃないの後ろで。なんかでもタクシーでいいじゃんって僕は思っちゃうんです。もう俺も思う。まあだけどやっぱりくつろげるとかあるんですか？とかじゃないの？自分で呼ばなくていいし、まあだけど別にキャラでしょ。自分で車運転するのが好きな人だっていっぱいいるんじゃないの？ああ、それがリフレッシュになるって人だっているだろうし、別になんかやりたい人がやりたいようにやってるだけだと思うけどね。なんかそういう経営者は朝早く起きるとか、はい、なんかあるじゃんそういうの。なんかよく聞く。別に起きたけ起きりゃいいじゃんってだけだけど、そういうフォーマットでしょ結局は。なんかあんまりそういうのに縛られない方がいいかなと思うけどね。別に夜型の人だって成功する人いるだろうし、はい、まあ僕は朝型なんだけど。めちゃくちゃ早いですよね。めちゃくちゃ早いね。何時起きですか？今日は4時半ぐらい。4時半でもね、そのね、早起きしてるんじゃなくて寝るのは早いんですよ。寝るのは何時ぐらい？10時半ぐらい。じゃあ結構ちゃんと6時間とか寝る。そうそうそう、全然寝ちゃうんですよ。だから全然早起き苦じゃない。だからそれと一緒で、経営者がアルファード乗ってるとかっていう、まあ、乗ってる人多いとは思うんだけど、はい、乗りたいから乗ってるだけだと思うよ。例えば自分が経営者になったからって言ってアルファードを買わなきゃいけないわけじゃないよね。それで買ってたらダサくない？多分買っちゃうと思います。まあじゃあみんなやってるから。それはいいじゃん。こんな感じ。わかりました。ありがとうございます。